誘致活動を始めたいと思っております。県と新潟市が今日共同で取り組んでいくことを発表したのは、再来年に開かれる G7 関係閣僚会合の誘致活動です。フランスやアメリカなどの7カ国と EU の首脳が集まり、毎年開催される G7 サミット、期間中には関係閣僚会合が開かれ、国はその開催都市を選んでいます。こうした中、2008年以降日本で開催された G7 を含む国際会議で唯一4回連続で開催都市に選ばれているのが新潟市です。新潟が選ばれ続けてきた理由は、新潟に国際会議を開く都市機能や能力、ホスピタリティがあることを内外に示した結果であると考えています。県と市はこうした実績を強みとして、誘致に向けて今後国へアピールする方針です。新潟が持つ様々な豊かな魅力をですね、しっかり国の内外にアピールをしまして、交流人口の拡大、あるいは地域経済の活性化につなげてもらいたいと。県と市は来月下旬までに誘致活動計画の概要を国へ提出します。